タイガーです。ラビッツです。チキンです。3人合わせてタイガー&ラビッツ&チキンです。イエーイ。では続いて、はい、52段です。イエーイ。52段、はいはい、この階段はですね、奈良で映画祭があったりするんですけど、はい、その時にこのレッドカーペットを敷いて役者さんがこうここを降りてくるみたいな、そういった、ことに使われたりもしてます。そうなんですか。すごい、はい、で、この52段の階段のその言われというのが、まあ、お経の中に全財道士さんっていう方が出てくるお経があるんです、うん。でこの全財道士さんが、まあ、悟りを求めていろんな先生のところに行って勉強するんですね、うん、で最終的に53番目に出会った普賢菩薩という方、はい、この方に出会って悟りを完成させるっていうそんなお話があるんです、はい、でその、普賢菩薩様に会うまでの52の道のりがこの52段で表されているというんですよね。おすごい。じゃあ早速あ本当に52段あるのか、はい、数えながら上がっていきたいと思います。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、19、20、今何時だい？22、22時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 
42なんです。おめでとうございます。おめでとうございます。しんどい。しんどいですね。これで53番目に幸福寺があります。で、普賢、菩薩様が会えるかもっていうことですね。悟りですか。悟りです、はい。